兵庫県第四区は1947年から1993年まで執行された日本の衆議院議員総選挙の選挙区である。1993年の第40回衆議院議員総選挙当時は以下の自治体が当たる。1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。 第40回衆議院議員総選挙7月18日執行。当日有権者数、64万29人。投票率 72.、72.40%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行。当日有権者数、61万3516人。投票率 78.、78.75%第十八回衆議院議員。総選挙七月六日。 執行当日有権者数、59万7941人、投票率 77.、77.53%第37回衆議院議員、総選挙12月18日執行当日、有権者数、58万8279人、投票率 73.、73.17%第36回衆議院議員、総選挙6月22日執行。 当日有権者数、57万2930人。投票率 80.、80.04%第35回衆議院議員。総選挙10月7日。執行当日有権者数、56万9573人。投票率 76.、76.66%第34回衆議院議員。総選挙12月5日。執行当日有権者数。 55万9413人、投票率78.44%第33回衆議院議員、総選挙12月10日執行当日有権者数53万5899人、投票率74.29%第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数509。 811人投票率 76.、76.83%、第31回衆議院議員総選挙1月29日執行、当日有権者数、45万4408人、投票率 75.、75.29%第30回衆議院議員、総選挙11月21日執行当日、有権者数、43万5584人、 投票率 76.、76.25%第29回衆議院議員、総選挙11月20日執行当日有権者数、40万961人、投票率 76.、76.77%第28回衆議院議員、総選挙5月22日執行当日有権者数、人投票率。第27回衆議院議員総選挙2月27日執行、 当日有権者数、人投票率、第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数、人投票率、第25回衆議院議員総選挙10月1日執行、当日有権者数、人投票率、第24回衆議院議員総選挙1月23日執行、当日有権者数、人投票率、 第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数、人投票率。ありがとうございます。